保活とは自身の子を保育所に入れるために保護者が行う諸活動を指すための日本独特の造語。日本の政府はヨーロッパ諸国の政府と比較して産業界に提供する目先の金銭にばかりに注意を向けるあまり子育て、保育のための環境をないがしろにしてきた歴史、軽視してきた歴史があり、日本でも先進諸国同様に結婚後の女性の 就労割合も増えているにもかかわらず、日本政府がそうした、ずさんな姿勢のままでいたものだから、日本の都市部においては、保育所は全然数が足らない状態に陥ってしまっており、子を持つ親は、子供を保育所に入れようとしてもそれがなかなか叶かなわない。数的、統計的に見ると、待機児童は近年増加傾向にあり、2009年4月時点でも、 約2万5000人に達していたのであり、待機児童は全市区町村の約2割にあたる377の市区町村におり、待機児童が50人以上いる、市区町村は101にも上った。待機児童は特に首都圏や近畿圏などの都市部に多く、仙台市、東京、瀬田谷区、横浜市、川崎市、名古屋市、大阪市では、待機児童が500人以上にも上った。 子供を保育所に入れることが非常に困難で実際に入れられず苦しむ保護者が上絶の数だけいるので保護者は子を保育所に入れるためにはそのためにあえて様々な活動を行わなければならないと考えてそのためだけの活動を行うという異常な状態になっておりこのような保育所に入れるための活動を補活という表現で呼ぶようになったわけであるこの言葉は就職をするための 就活、結婚をするための婚活に続いて登場した造語である。行われている保活の内容としては、地域の保育所や待機児童に関する情報集めや、保育所の時間の都合に合わせて保護者の勤務時間を調整したり、子供の数が少なくて保育所に簡単に入所できるという地域にわざわざ引っ越しをするということなどが存在している。ありがとうございます。